はい、どうもリッチです。さあ今回もダイソンスフェアプログラムやっていきましょう。さあだいぶね日が空いてしまいましたが、この最後の研究もねもう終わるというところで、もう 50% 来てます。ちょっとね、最後もう振り返りになるかなと、いろいろどういう風に終わらせようかなと思ってね悩んだんですが、まあこれ自体をね一回見返していきましょうか。さあかなり長編になりましたね。最後のところだけめちゃくちゃ時間空きましたが、もうとんでもないね基地ができましたね。まあこのゲームのね複数の惑星に行き来して資源を取れるっていうそのコンセプトに惹かれてねプレイしたわけですが、いや楽しかったですね。いろんな惑星に行ってねこう資源集めてきて足りないものをねこうここに持ってくるというね過程ですよ。見ますとこんな感じですからね、ちょっとあれかな、邪魔かな、なんか下増えてますね。まあ結構まだ更新もあるゲームなんでね、さらにより良くなっていくと思いますが、さあこれね始まった惑星をベースにね最後まで作りきりましたね。ここですよ、ここ始まったのがあんまり見る影なくなっちゃいましたけどね。やっぱ産業が終わるというかね、ここら辺鉱石が尽きてからはね一度完全に止まっちゃいましたからね。まあ違う惑星から持ってきてね、まあ、鉱石取れてるわけじゃないですけど同じものを流してねこう再活用したりできたわけですが、さあどこだっけ、あそこだね、そう研究のとこ行こうと思ってるんですけど、最後の研究のパーツは多分線にありますこれあるんですね。なのであでもちょっと待ってるかな、あ紫色だけなさそうだね。紫色だけ穴ないですね。おミッション発生かな、ないですもんね。ゼロ個と1700個でしょ。ちょっと紫見に行きますか。このゲームをこうやってね、やってる過程で何かが足りなくて作りに行くっていうのがね、面白い一つの様子がありますが、よかった、まだ完全じゃなかったですね。紫か。場所わかるんですけど、まあ、そもそもここ問題、だね。これサプライに切り替えた。終わった。問題終わっちゃった。さあ、問題が解決しましたね。確か。何だけでよかったのか、余ってますからねそもそもね。うわめっちゃ取りに行ってんじゃんあれ行きましたね。じゃあちょっと戻りますかね。さあこのゲームねこうめちゃくちゃ自動化をしてねこうモニカーをどんどん敷き詰めてこのやっていくわけですね。埋め切ってと、あんまり最近やってないんで知りませんが、もしかしたらコピペが増えてるかもしれませんけど、どうですかね。コピーコピー、ああでもまだ変わんないかな。アーム付きコピーとか最後までモッドだったんですかね。モッドではできるんですけどね。今ちょっとここ動いてないですが、これねこれがダイソンスフィアプログラムですよ。まあ、研究だけ先に終わっちゃうんでね全然これ完成してないんですけど、この構成の周りをこう覆うように、こう人工物ですね、これを覆うことでエネルギーを取得して電力をこう生み出していくと 1.88、 これがね、肝なわけですね。とてつもない発電量 1.88 ギガワットですからね、あそこに人工的なね構成がありますが、こちらが、800ということでね、まあ、もちろんこれも効率はいいですが、やっぱね自然のエネルギーがやっぱ一番いいですね。であの打ち上げですね、ソーラーパネルを打ち上げて、ソーラーセイルか打ち上げて周りにくっつけてってるんで、一応ね、こうソーラーセイル作る量を増やして、あれくっつけようかなっていう作戦もね考えてるわけですね。ここにあるんですけど、詰まってるね、ここ完成形ですからね。
で、多分打ち上げてすらないか。ロケットを打ち上げてこの側を作っていくんですよ。こう、こう、こうかな。で、もう一個こう作っといて、これでね、こことここを囲えばこの中に入っていくわけですね。こういう風に。ここに行くのがロケットですね。多分飛んでったんじゃないかな。こう自体もロケット何千発とこれね、打ち上げているわけですね。これを作るための素材もだいぶね、集めてきたんですね。惑星探索編がね、すごかったと思うんですけど、昔やったね、資源持ってって、その惑星の資源全部取ってくるみたいなね。これどんどんこう送ってきて、ここが形作られていくと、こういう風に完成して、ソラセルが行くと。でもあのね、電力の受け取りがそんなないんで、まあ、あれで生み出されてる電力をちゃんと使えてるかというと、まあ、そうではないわけですね。さあ、とりあえずまあここのね、完成の瞬間見ましょうか。今回そこまで行きたいですね。まあ、そこまでが目標ですね。そういう意味で言うと、まあ、することはないわけですね。そういう意味で紫がなければなんかね、手を打てましたが、まあ、現状こう完成したものが全て流れていくだけかなと。それで言うともっと高くするべきですね。作りたいけど、できるかな。研究棟どっちかが高いかな。こっちか。お、よし、ちょ、取りに行こう。いや、操作はね、忘れてるんですけど、物がどこにあるか覚えてるんですよね。なかなか、ね、怖いところでありますけど。おや、覚えてないか。あ、もっとあっちか。スケール感を覚えてないですね。でこれが塔っていうだけか。なので、ここに鉄がありますね。こうでしょ?よし。あとは石だね。石はここに、あれ?もうないかな。あるね。よし。あるんで、これを拾って、ラボを作り、あ、ガラスだね。素材間違えてましたね。これ作ろうと。まず20個分作って、あれ、こっから持ち上がってるんだね、そういえば。一応ね、近くの惑星、別の目的をね、与えた惑星で打ち上げてるんで、そっちからソーラーセイルやロケット飛んでってるんですけど、この中でもちょっとは飛んでるね。多分ほぼ、ね、能力はないですが。これ多分最高に高い。あ、そうではないんだね。2段か。とはいえ2段か。まあこれフル稼働してるんで、まあ今の2合計、これは、あ、5とはあんのね。じゃあ10個増えてるんで、少しは改善するかなと。まあとはいえまだ1000個ありますからね。とりあえずはここで切ろうよ。ここで切っとけばいいね。ちょっともったいないね、切れてる分が。これどうしような。これあれだよね、大きくできないんだっけ。あ、大変なのか。ここに置いてできるはできるけど、こうでしょ。でここに出して、で裏からも同様に取ると。よし、どんどん上に行くかなと思います。これはもうすごい未来的ですよね。まあ、未だにこのマトリックスが何かね、分かっていませんが、まあ、近距離のデータだろう。解釈はしてますけど。さあ、できてってますね。まあ、これもね、この時間も結構進んでるんで、あれで早く終わっちゃいそうかな。まあ、ちょっと生産施設見に行きましょうか。
今回ダイソンスフィアプログラムツアーですね。いやートータルプレイ時間57時間ですからね。右下出てますが、そうやって考えると結構短いですね。これをね57時間で作ったわけですからこれ全てを手動で置いてってますからね。そう考えたらすごいもんですよ。ほらね、もう詰まっちゃってるんですけど、何が起きてるかいまいち分かりませんけど、いい詰まり方だね。じゃあね、素材の方は余ってて、吐き出しもちょっと余ってるんで、このグラフェンですよね、グラフェンが余っちゃってるよと。どこかに送るかしないといけませんね。でここら辺もまあこれはあれだね、結構大変だったんですけど、この組み立て機がありますね。これらを自動的に作る機械です。最高レベルの組み立て機を1から2、1から2、2から3でしまっていると。まあ、コンベアとかね、あとこういうアームですね、物を運ぶアームとかも1から3まであるんで、まあ、その辺の自動化とかもね、結構ねこれどんどんこう研究が進んでいくんでね、置くタイミングだね、この作るタイミングがね結構後半になっちゃったんで、それまで大変でしたよね。うん、使い回してましたもんね、自動的に作ってなかったんで。それこの辺が結構重要な拠点で、まあ、あんまりこの辺動画にしてないんですよ。ここ原油を取って、原油からまあオイルと、あとは水素を作るもので、一時期ねすごい水素を使ってたので、ここでまあ水素とか生み出していたわけですね。あと原油がねこうクソほど余るんで、それを解消しようということで、いろいろこう作業工事で、ね、伸ばしていてやっていた拠点でありますが、まあ、工房とかでちょっと使っていますけども、まあ全然ね、なんか前提のそれもないですし止まってますね。まあ、ここも研究でやってるんで、いるはいるんでしょうけど、まあまあまあ。こっちは完全に詰まってるパターンの方だね。多い原油、精製された油だね。めちゃくちゃ余ってると。この辺が、初期の工場ですね。あまり効率は良くないわけですね。そういう意味で何だろう、建築で言うと、ちょっと引きで見れるかな、すごい遠くに、これがね私のアルトのね、さまざまな星ですね、惑星系があるんですけど、どこだっけな、ガルパカみたいなここかな、こんな遠くはなかったよね。まあ、周辺の惑星を大開拓した際に結構作ったんですけど、そことかの方が結構ね効率良かったと思うんですね。でこのゲームのね、まあ、中盤でしょうかね、どの辺を序盤中盤後半というのか分かりませんが、これ中盤でね、だいぶ機能しました。これツインタワーですね、我々のトレードマーク。ここには水素、石、鉄、まあ、鉄鉱石、シリコンが運んできていると。またね、重水素とかチタニウムを運んできているわけで、チタニウムはないんですけどね。で水素、重水素がね、このゲームの中盤のね鍵でしたね。全く重水素がなかったので結構困っていましたね。ここ水素をこう水素から発電しているわけです。もう見えないくらい先になりますけど、これやってて、これが水素から重水素にするものですね。だから重水素が詰まってるんで、もういらないと。で重水素はね、このカプセルで燃料にしたりしたわけです。それかなり使ったり、発電もできて、電気にもなるし、ここだね、ここ。重水素からですね、できるこのワーパーっていうのを、このためにかなり使ったよね。ここで使うんですね。でこれも中盤なのかな、まあ、もう中盤っちゃ中盤か。このワーパーができますと、飛行船がね、ありますよね。ちょっともうちょっと引きで見た方がいいかな。こう飛んでいってます。このワープをしていくわけですね。
だこれ1回1回に1個のワープを使ってるんで、まあ輸送船が行き来するため分のワーパーを常に入れないといけないということで、ここにずっと入ってますけど、これができるとありますね、この希少な資源ね、希少鉱石とか。あ、これ作ってたっけ、作ってたか、作って持ってきてるんだね、わざわざ。これ送り設定になってますけど、この辺とかも、まあ今もうそもそもね、多分枯渇してしまったものもありますが、なんて言うんでしょうね、希少資源だと通常の資源を使うより半分くらいの効率でね、ものができるんで、それを使ってどんどん効率化していくという後半ですね。これまあ様々こう資源を置いてますね。逆にこっからね、ワープで送ることもできるわけですから、こうね、最高レベルのコンベアやアームをこう設定しておいて、行った先で要求することで持ってこさせると、こっちから送るんでね、その要求する側は何もいらないんで、簡単にね、要求ができたわけです。まあ変わってるかもしれないけど、基本的に送る側が全ての電力を負担しましたからね。まあ、これもトレードマークかな、めちゃくちゃ起きましたからね、この辺に。まあ、電気をすごい使うわけですね。あ、悪いね。お、来たよ。ミッションコンプリート。さあ、グレートな文明ができましたよと。コンプリテッドダイソンスプログラムという感じしないですよね。こっち、私のトレーガーとしてはね、あの構成を追うことだと思ってるんで、まあ、一応ゲームのクリアは来ましたね、今回で。まあ、実情前回なんですけど、クリアに関して言うと。で、まあ、ここね、研究は、これ終わりですが、この白のものがあると、まあ、これ関係ないですけどね。自身の強化の最後のレベル、例えばまあコア、この飛べる量ですね、これの最大数を増やしたりすることができるわけですね。いや、来ましたね、エンディング来ちゃいましたね。長きにわたるクラフトでしたが、またね、なんか大きな更新とか、やっぱこのゲームで言うとファクトリオってゲームがあるわけですね。ああいうゲームはやっぱ更新とかで大きくあるんで、なんかモッドとかね、ちょ、モッドを入れなかったんですよね。そういうモッドを入れてモッティングで遊ぶみたいな。それ超効率よくね、広げるのも面白そうですよね。ちょっとコミュニティ一回覗いてみようかな、また。まあ、正規の更新でもいろいろありそうですけど。さあ、この非常にね、クオリティの高いダイソンスペアプログラム。あれですね、あれ。あれの完成がね、でかすぎたのが全く半便くらいしか終わってませんけど、あれを完全に覆うパターンを作りたかったね。まあ、そのためにあの最後の研究だいぶ引き伸ばしたんですけど、ちょっとま、近づきますね。まあ、60時間くらいやってね、この規模となりましたね。右下現在時刻まで出てるんでね、ド深夜って呼ばれますが、朝かな、どっちかっていうと。これがめちゃくちゃうまくいってたらタイムラプス的にこういうの見たいよね、この辺にへばりついて。で、完成していくシーンとか見たいですよね。こう、ちゃんとね、こう、じわじわとね、ちょっと最低速度を落としますが、この辺から入って、一枚一枚がついていくんですよ。あ、ちょ、今遅すぎてあれか。遅すぎて置いてかれてますね。同じくらいのスピードにしよう。この辺入っていってないかな。ちょっとこっち弱いですかね。来ていて、あれとか分かりやすいかな。追えばね、入っていきそうですけど。あ、ここ来てるね。あそこに入ると、あんまり変化ないかな。こうちゃんとね、一枚一枚くっついていってるんですけどね。で、ぐんとこう近づいてこう見ますよ。これ一枚一枚が
私がね集めた資材でできてるわけですから、そう考えたら感慨深いね。クソブラックですからね、完全一人で、ね、やるゲームでしたから、これらを構築したわけですね。ここ範囲広いからすごいね。途中まで作り方が合ってなかったんでね。あっちら辺かな、あれ。裏側から見て分かりやすいんですけど。あ、支えだらけなんですね、あそこら辺ね。これくらいバーってやっちゃった方がね、効率が良かったわけですね。これ一本一本ロケット無駄に消費してたんで、あそこ、行ってくるか。すごいことになってますね。ちなみにこれ目的地はね、近くのこれ打ち上げてる工場惑星だね。主に打ち上げをしているという惑星があるんですけど。さあ、これがね、細かく作ったところですね。まあ、これ作るならこれをね、一貫してやっていかないとね、整合性取れないんで、あっち側がちょっとね、見づらくなってますけど、逆にね。最小単位のこの三角形を作りまくったわけですね。こっち側から見ると、こんな感じだね。まあこのコア的な部分が多いわけです。もうこっからロケットが入っていくんで、ロケットが入っていく場所が多いわけですね。まあでもあれだね、形的にはこっちはだね、規則正しくて、いいはいいね。まあ人によるんでしょうけど。さあ今回ダイソンスペアプログラム、一応ね、エンディングをね、見ておこうということで。まあ最後の研究が終わりましたね。あれが一応、このゲームの目的だね。なので、そこは達成しましたと。あとはこれですね。どうしようかな。だこれを進めるにしても、ロケットを打ち上げることしかすることがないんで、ちょっとね、また考えますかね。このまま続けるにしてはちょっと地味すぎるので、うん、無理かなと。なんかいろいろ入れてね、ゲーム変えて、ちょっとまたやってみるか考えると思いますが、これ一応エンディングですね。ゲームクリアですと。テクノロジーにあるここね、これ進んでないというか終わってないだけで、これレベル5になってるんですけど、それ以外は全て終わってますね。まあ、それが終わってから行くものなんで。あ、ところないものもあるね。ああ、そっか、でもやっぱじゃあこれからまだ増えるんだね。で、これがエンディングで、こうだね。こんな感じで終わってますと。で、これは、ここの角度だね。ここの最後のとこに行くためだけの研究なんで、まあ、今やんなくていいっていうのが本音だね。ここまで行った時にやるのがいいだろうと。ということで、まあおよそ研究終わりましたね。ゲームクリアと。